もども、ボネです。お、地下スタートとは珍しい。ということで、本日はハンドガン、PL15 を使っていきたいと思います。調べたところによると、レベデフ拳銃というらしい。なんかスライドが細くてかっこいいですよね。専用サクレッサーもついてシルエットが強い。ということでバトンタッチ。カラシニコフ、PL15。9mm パラベラム弾を使用する本銃は、ロシア国内に普及している拳銃、マカロフの後継として、このレベデフ拳銃が開発されました。マカロフから使用弾薬を変え、装弾数は2倍の16発、さらにレールシステムを備えており、操作系も左右対称の仕様で扱いやすく、そのスタイリッシュな外観からは、過去の拳銃を全く想起させません。もはや他社と比較しても見劣りしない性能を持ったこの拳銃は、マカロフからおよそ60年越しの大進化を遂げています。ピストルならそこまでヒートアップしないし、サクつけるべきだよね。5-7の時はちょっと謎です。5-7もサクレッサーつけるべきだよ。ちなみにレベデフピストル、通常のアイアンサイトだとサクレッサーで隠れて狙いがつけられなくなるので、サクレッサー用に少し高さのあるアイアンサイトを乗せる必要があります。スライド細いからだいぶ背伸びしてるように見えて面白い。これがいいですよね。今回レイダー不在かな。困ったなぁ。バッグ持ってきてないので、とりあえずなんか倒して確保したい。地下で音聞きつつ探そうかな。あ、そういえばタルコフ市に長らく根付いていた積雪ですが、どうやら雪は溶けて、地上は元の状態に戻っているらしいですね。私地下生まれなのでよくわかんないですけど、本当に雪なくなってるのかなぁ。全然想像つかないや。もう2ヶ月近く雪見てたから忘れちゃったけど、緑な頃ってどんなだったかな。足音静かになるのは動きやすくて良さそう。だけど遠距離の発見が難しくなるよね。この建物はいないかな。次は反対側で聞いてみよう。外みたいだけどいますね。どうだろう、こっち来るかな。今外のこのぐらいにいるね。来てるかな。あ、地下来てる。多分これは完璧入ってきてますね。こっちから様子見よう。いたいたいた。狙ってー。ここだ。あ、ちょ、外しちゃった。ん？なんかまだいるくない？違うかも。こっちは地上っぽい。警戒されちゃってるな。しかもあの位置、グレネード通すのも詰めるのも難しい。一旦撃たせてから勝負かな。いやー、この地形は入っていってキルできる気がしない。来ないかな。待って。裏から来てる。足音多い。やばいやばい、まだこっち生きてるのに。まずい。片方は動いてない。一旦離脱できるかな。よし、これで最悪逃げられる。動いてこないですね。一旦逃げたふりしてみよう。
あんまり変わんないね。まあ動いて私倒せたとしても、次はターティー相手にしなきゃだしね。まだあっちにはバレてないだろうし、潜伏しておく方が賢いか。じゃあ左優先でやっていこう。これ覗いても右は車線切れてそう。相手動いてる。オッケー。どうだ、二人倒したよ。これでどっちも一人ずつだけど。まだ来ないか。左も見えない。どこだ。いた。オッケー。あとはここだけだ。ほら、こっちは終わったよ。あ、鎮痛切れ。よし、ちょっと漁る余裕を見せておこう。まあまだ相手視点だと全滅したのかわかんないだろうしね。ダメか、もうグレネード投げちゃおう。さすがにこれで動くかな？動かない。あれ、もしかしてこっち回ってたりする？いないな。ちょっと装備見ちゃおう。この人の武器は仲間に回収されたのかな？あ、持ってる持ってる。いいですね。バッグ回収できたら美味しい思いができそうです。そのためにもここを攻略しないと。あ、やっぱりここにいるじゃん。反対側からグレネード投げてみる？は、誰だ？こっちに誰かいる。いたー！オッケー。これで後ろ来るかも。まだか。足なくなったし鎮痛入れとこう。お、来てる。オッケー。どうだ。これがレベデフピストルの力だ。強い。左持ちもかなり活用できて楽しいね。今の左持ちへのスイッチって少し勝手が悪くて。現状のスイッチングは銃が壁にかかると右持ちに戻る仕様なんだよね。だから、ストックもなければ重心も短いピストルが一番スイッチングをうまく扱えるというわけ。それもあって今期はピストルプレイ結構面白いんだよね。まあサブマシンガンでも同じようなことはできるんですけど、ピストルの方が左持ち映えるので使ってます。おお、AKM4 ナッチに MCX。だいぶバリエーション豊かな装備で来てくれてますね。足音だ。ちょうど上の建物にいるかな？動いてない。よし、こっちから行こう。うわあ！あ、惜しい。マジか、手すりの裏で見えなかった。ということでリベンジ行きましょう。このままじゃ終われない。カスタマイズは、さっきと一緒。今回は地下にレイダーが湧いてるっぽい。終わる前に侵入しておきたいね。やってるやってる。あ、ジャンプが。はぁ！レイダーあんなところにいるんだ。割と手こずってそうな感じだな。奥から来てる。あれレイダーさんか。じゃあこっちが本命。3人。おお。なんとか戦えそうな位置まで来れた。あ、当たらん。
よし、私の前のスカブ撃ち始めたら出よう。いいねー。あ、ごめん、合わせられなかった。ん、けど思ったよりこっち倒しに来る感じじゃない。あ、レーダーナイス。これで行こう。バレてないバレてない。あ、バレてないよー。まだ歩いてればワンチャン。ほらバレてない。ラスト。ちょっと遠距離武器欲しい。え、MP9 か。ピストルで頑張るしかなさそう。グレネード投げながら距離詰めるかな。まだ一個も投げてないし、四つもあれば詰め切れる。よし、その作戦で。お、詰めてくる。望むところだ。オッケー。味方の武器拾われて戦うのを嫌ったのかな。まあ、何はともあれアサリタイム。レイダーもいただけそうな感じ。あ、このヘルメット。ヘッドセットついてるやつじゃん。これ結構音聞きやすくて強いらしい。ちょっとこれつけて帰ろうかな。あ、これ TMC なんだ。ああ、もともと4人組だったのかな?このレーダーバッグでかい。あ、しかもヘッドセットコム4じゃん。今ついてるの2マスだし、やっぱりこっちつけて帰ろう。まあでも、コムタック4自体はあんまり得意じゃないんだけどね。急に付け替えると雑音減りすぎて、逆に足音の距離感つかめなくなる。普段つけて慣れてればめっちゃ強そうですけどね。慣れちゃえばどんなもんなのか気になる。せっかくだしこのアーマーリグもらっていこうかな。なんかベアーのタッチついてるの良くない？お、この人のももらい。そんなに狭いリグじゃないし、どこかで使うでしょう。それじゃ、こんなもんで帰りましょう。ということで今回は、レベデフピストルを使っていきました。ふふふ、拳銃が結構楽しいですね。なんというか、相手を倒すと、してやったりな感じがして面白い。うん、私でも言っててよくわかんないですね。ちなみに今回使ってるレベデフは、反動が初期状態でかなり低めなので、ハンドガンでは比較的扱いやすい部類の武器ですね。サイトがスライドに付けられないのが残念ですけど、それ以外はいい感じ。それでは今回はこのあたりで、ここまでご視聴、ありがとうございました。